ALS という病気があるそうです。どんな病気かと言いますと、体中の筋肉がどん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 衰えていく病気。やがて自分で息もできなくなります。そんな病気、この奥様はまだ生きていらっしゃると思います。今42歳です。37歳の時にハズ病になりてなられまして、もう6年ぐらい、もうかなり進んでます。両足は両手全く動きません。もちろん首も何にも動きません。動くのはただ目だけがこうやって動くだけ。ここはもう気管切開して管が通ってますね。えそれで一番下の男の子がまだ小学校3年生だからということで、機械を家に持ち込んで自宅介護でも何もできません。洗濯も掃除もできません。ただこうって座ってるだけね。えその方からお電話がありまして、長倉先生のところに病院から電話がありました。これこれこういう ALS の患者さんが今先生を呼んでおいでになられますって言いましたら、長倉先生ははっきり思いました。お手上げ、もうこうかける言葉はありません。なぜならもし僕がそうだったら多分同じことを考えるだろう、自死を考えるだろうと思ったから、私にはいけませんって言いました。そしたら病院側は、でももう患者さんも家族にもお話しして、ですから一度だけでいいから来てくださいって言いました。先生は重い心でいやいや出かけていったそうでございます。そして初めてのお宅にお伺いして、はじめまして、私が長倉ですって言いました。そしたらその奥さんがおいでになられましてね、どうやって会話をするかというと、瞳で会話をします。あいうえお順のこの50音の表が出ましてね、奥様の目を看護師が見るんです。水が欲しければ、み、す、てんてん、水ってやる。こうやって会話をします。長倉ですって言いましたら、患者さんがこう言います。せ、ん、せ、い、ほ、か、の、ひ、と、お、ほかのへやえやつてくたてんてんください。人払いですね。そして家族の人もみんな隣の茶の間に行きました。残ったのは患者さんと長倉先生と通訳の看護師だけ。患者さんはこう言い始めました。先生、お願いがあります。私が死ねるように家族を説得してください。私の病はもっと進みます。そして瞳も動かなくなります。私の気持ちを誰にも伝えられなくなります。そんな私に生きている意味がありますか？何のために生きるのですか？私は気持ちを伝えられるうちに死にたいです。私が死ぬのは簡単です。吸わなければいい、痰を吸わなかったらいいです。すぐに窒息死します。だから先生、家族を説得してください。患者さんの目から涙がだーっと溢れます。涙が出ますからね。そして先生は謝りました。ごめんね、僕はあなたを励ます言葉を何も持ってません。そら口
口先だけなら何とでも言えますが、ごめんねって言いました。そしたらもう一度患者さんが、わざわざ遠いところから来てくれて、辛い話を聞かせてごめんなさい、でも聞いてくださったので少し気持ちが楽になりました、でもやっぱり生きる意味がわかりませんって言いました。ここまでの会話をするのでなんとも20分以上かかってます。こんな会話は疲れますからね、ちょっと休憩ということで長倉先生の看護師も2人で茶の間に行きました。でお茶を呼ばれてたんですけれども、その小学校3年の男の子がこんな話をしてくれました。学校で遊んでる時にお母さんのことでちょっといじめられたって言います。でも子供たちっていうのは基本的に優しいんですね。ああ、あそこのお母さん大変だね、思ってくれてます。でも大人もそうだと思うんですけれども、最初はちょっとしたことでご縁となっても、言い争ってるうちにだんだんと感情的になってきますね。特にお酒飲みの方ってそうですよね。最初ちょっとしたことがですね、もうしまいには真っ赤っかになってからです。片手から、って喧嘩してんの時々見かけますが、子供たちだって同じです。ね、最初は消しゴムが落ちた落ちないっていうことから言い争いしてるうちにだんだん感情的になってくるんです。そして言わなくてもいいことを言い始めるんですね。あ、お前のお母ちゃん窓から見たぞ、お前のお母ちゃんなんか何もできずにただこうしてるだけやないか、お前もあんなお母ちゃんの子やからやがてあんなになるんだ、お前のお母ちゃんなんか洗濯も掃除も何もできんやないか、そんなお母ちゃんの子だからお前もやがてそうなるんだって言われた。ちょっと涙ぐみながらその子が教えてくれました。そう、つらかったね、それでもっと喧嘩したのって言うと、うんうんって言います。もう喧嘩しなかった、だって本当だもん。でもどうでしょう、こんな時ですね、叱り方って難しいですよね。そんなこと言ったらいかんって言ってもですね、思ってたら同じことですからね。え、私たちの心の中に、そら病より健康の方がええわね、えほら年寄りやら若いもんがいいわ、ほら五体満足に越したことはないっていうような物差ししか持ってない大人がそんなこと言っちゃいかんって言ったって、そんなもん説得力も何もないですね。だから難しいです。で、そこで、でも先生は言いました。そうか、そんなことがあったんだって言うと、でも先生、僕大丈夫。どうして大丈夫なの、どうして大丈夫なのかって言うと教えてくれたんですね。それを聞いて看護師もドクターも先生もびっくりしました。もう素晴らしい答えでした。そして先生がその子に頼みます。お願いがある、どうか今言ったその答えお母さんに聞かせてあげて。お母さんね、今生きる気力がなくて困ってるんだ、その答えを聞いたら絶対生きる希望が湧くからね、話してあげて。その子を連れて病室に戻りますね、部屋に戻って言いました。この子があなたの病気のことで学校でいじめられたそうです、これこれこんなことがありましたって言うと、お母さんの目から涙がだー。でもね、この子は大丈夫なんですよ、なんで大丈夫なのか聞いてください言いましたら、その子がだいぶ照れながらね、こう言うんですね。お母さん、僕ね、学校でお母さんのことを何て言われたって大丈夫だからね。どうして大丈夫かっていうとね、だって僕のお母さん日本一だもん。
お母さんはさ、こんな重たい病気抱えて一生懸命生きてるもん。僕ね、お母さんに負けないようにしようと思ってるんだ。でも僕はお母さんにはかなわないよね。でもね、僕お母さんに負けないように一生懸命頑張るからねって言いましたら、お母さんの目からまた涙がだーっと流れ出しました。ね、そしてこう言いました。ね、先生、私生きる、たとえ気持ちを誰にも伝えられないようになっても、心臓が止まるまで私は生きる。なんとかちゃん、お母さん、生きるよ。みんなに迷惑かけるけどね。お母さん、生きるよ。ありがとう。先生、どうもありがとう。って言われました。どうでしょうか。こんなものの見方っていうのがあるんですね。例えばここで僕はですね、この右手が不自由でね、左手だけで拝んでお取り次ぎしてたとします。まあ教覚寺の皆様方はお優しいですから、まあお寺さんね、片手がご不自由でもああやってお取り次ぎなさるんやわ、偉いねって言ってくれると思います。でもまあ中にはもしかしたら、お寺さん手が半分不自由やからお布施も半分でええかな。で、まあそんな人はおいでになられないでしょうけど、そんな時ってどこ見てます？ここしか見てないですね、私たち。門口力というのはそういうことです。私たち目に頼りすぎると、ああ、かわいそうに、気の毒に、そこばっかり見てしまう。でもそうじゃない。その相手の気持ちになってみたら、そんな大変な思いをしながら、どんだけ後の 80% の体が、一生懸命生きてるか、毎日一日一日を精一杯生きてるか、そこに目がつけられるかどうか、相手の気持ちに、それを聞いていくことができるかどうかが、このお仲間が広がっていくかどうか一番大事なところだと思います。ね、そして、病気だからこそ初めて分かる親子の絆ってものもあります。年老いて初めて分かる人様のありがたみ、そして健康若さの大切さ、いろんなものがあると思います。ね、順縁逆縁ともに喜ぶ四苦八苦の人生だからこそ、お念仏を喜んでこの命精一杯生きていくことだってできるんだろうなと思います。そんな御教えを親鸞様は90年の生涯をかけて私たちにお取り次ぎしてくださったのが、この度のご法演ではないかなと思わさせていただくことでございましたがね。どうぞお念仏の御教えをまた喜んで、順縁逆縁ともに喜び、手を合わせて声高らかに南無阿弥陀仏を唱えて、また明日から一日一日残された命、大切に生きさせていただきましたいなと思うことでございましたがね。